皆様、今日も審査大変お疲れ様でした。本日は平成27年9月28日月曜日、第256回しゃべくり松代の時間がやってまいりました。本日パーソナリティを務めさせていただきます、たくさん穴の開いたお菓子と女性が大の苦手なファンキー伊藤こと伊藤鋼鉄でお送りいたします。松代は今日はとても天気が良くて、晴れの一日でですね、秋晴れのいい日だったんですけども、まあ、秋といえば、スポーツの秋、読書の秋、食欲の秋、まあ、八代秋と、まあ、いろんな秋があるわけなんですけども、今ちょうどあの秋になりますと文化祭ということがね、いろんな学校で行われております。本日のテーマ、松代中学校生徒が語るということで、素敵なお客様3名お呼びしております。それではご紹介いたします。長野市立松代中学校生徒会長、渋沢生徒会長さんです。同じく宮尾副生徒会長さんです。同じく田中副生徒会長さんです。はい、本日は皆さん、あの文化祭の準備で大変お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。では早速ですが、もう文化祭もね近いということで、まず文化祭について会長さんの方から教えていただけますでしょうか。はい、10月の2日と3日に生徒会の最大の行事である仮金文化祭というものが松代中学校で開催されます。はい、で、仮金文化祭の仮金というのは松代中学校の校章でもあるこれを指すんですけど、今回で第62回目の開催となります。はい、62回もそんなになるんですか。いや、すごいですね。はい、今年度の文化祭のテーマは、はい、ヒーローズ、僕らが主役のステージというもので、はいはい、このテーマには一人一人が自分の得意な分野で力を発揮し、はい、苦手な分野を他の人でカバーすることで、はい、全員が主役で、全員がヒーローになるっていう思いが込められています。はい、そうですか。はい、とても素晴らしい、ね、テーマだと思いますね。もうそれで、時期は金土と今週ねもう迫っておりますけども、まあ、文化祭2日間ありますが、それまでに行く過程がねとてもまた生徒さんが大変だったなと思いますけども、そこら辺のちょっと大変だったなっていうお話を宮尾副生徒会長さんからお願いできますか。文化祭のテーマやポスターは全国のみんなから募集してアンケートをして決めました。はい、ポスターは全校投票で1位だったものがポスターに選ばれました。これ後ろのポスターですね。これが全校投票で1位だったものがポスターになっています。はい、そしてパンフレットが2位に選ばれたものです。2位の方がそちらですね。どちらも素晴らしいですね。でクラス制作であるウェルカムポスターはルーム長会を中心に各クラス制作を進めています。とまた文化祭を盛り上げるために生徒会文化祭キャンペーンを行っていて、各委員会の活動でノルマを決めてそれが達成できるように各クラス協力して頑張っています。はい、ありがとうございます。まあ、生徒の皆さんもねいろんな各分野で頑張って準備進めていると思うんですが、その生徒さん方を、ね、まとめてまた全体をこう把握掌握しながら進めていくと、生徒会の役員の方もね大変なご苦労があったかと思うんですけども、田中生徒会長さんお待たせしました。でそこへのご苦労のところをちょっとお話しいただけますか。はい、僕たち役員は、1ヶ月くらい前から、アーチ作りや、生徒会企画、はい、文化祭に向けての練習をしてきています。はい、全校の皆さんに、協力してもらうためにはどうすれば伝わるかや、考えたりするのはとても大変です。はい、僕は、文化祭を盛り上げるために、CM を作っていますが、はい、これも全校の皆さんの協力が必要となってくるので、はい、その分説明したりなどがとても大変です。はい、あ、そうですか。とてもよくできた CM のようなんですが、ちょっと今回ねこの場ではお見せできないんですが、ぜひまた文化祭に行かれた時にどこかの場面でね見えるかと思いますけども、お楽しみに、していただきたいと思います。それでは2日間にわたりましての文化祭なんですが、生徒会の役員さんからするともうどれも目玉でね、見ていただきたいということかと思うんですが、それでもあえて私はこれが一番見てもらいたいっていうのがね、難しいと思いますが選んでいただいて一人ずつ発表していただけますでしょうか。じゃあ会長さんからお願いします。はい、
オープニングセレモニーとクロージングセレモニーの一環として、はい、劇が行われるんですけど、はい、その統一テーマにも入っているようにそのヒーローが出てくる劇で、はい、そのヒーローが3人いるんですけど、はい、みんなすごいかっこいいので、あ、まあ、1人は僕なんですけど、まあ、見てほしいです。あ、そうですか。もうご存知のイケメンな、ね、会場さんですがあと2人の方もまた楽しみなんですが、最初と最後2回やるということですかね、はい、劇の方は。はい、じゃあそれまたとても目玉だと思います。またぜひ楽しみにしていただきたいと思います。では次に宮尾生徒副会長さんお願いします。はい、私が思う見どころは音楽会です。はい、各クラス本番に向けて練習を重ねてきました。また文化祭キャンペーンの一環として100回歌練習も進めてきました。どのクラスもハーモニーや歌声が綺麗なのでぜひ見に来てください。はい、100回歌練習というと100回同じ歌を頑張って歌うということなんですね。はい、でだんだんとこう上手くなっていくというか自信がついていくと、はい、そういうことなんでしょうか。すごいですね。はい、ありがとうございます。では最後に、田中生徒会長さんお願いします。はい、僕が思う見どころは、この写真にもありますが、運動会です。放課後なのに、種目である、オーナーや、この写真にはないんですけど、全員リレーがあります。優勝するために、はい、全クラス必死に頑張っているので、そこを見に来てください。あ、田中さん、そこの縄跳びしている方々、はい、全員飛んでますけど、何人ぐらいで？飛ばれてるんでしょうか。一クラスなので、34人、はい、一クラス、じゃあクラスごとの対抗戦ということでなんですね。はい、はい、すごいですね。はい、ありがとうございます。まあ今3つ挙げていただきましたけども本当にこれ以外にも見どころが満載ということなんですが、文化祭今週末に控えたところで意気込みをこれかっこいい会長さんの方からまた一言バシッと決めていただきたいと思います。じゃあ渋沢会長さんお願いします。はい、この文化祭は僕たちにとって中学校最後の文化祭でもあります。2年生で生徒会を引き継いでから自分たちの代で革命を起こす気持ちで取り組んできました。はい、レッツ部活動チャレンジという新たな企画を取り入れたり生徒会キャンペーンで日頃の生活を見直す中で素晴らしい文化祭になる準備を整えてきました。はい、絶対に成功させます。ぜひ多くの方に中学校へお越しいただき先輩方からの伝統を礎にしながら僕たち3年生を中心に作り上げてきた町路中学校の姿をご覧いただければと思います。はい、かっこよく決めていただきました。ありがとうございます。本日はこの番組で、中学校の文化祭のことですねお知らせいたしましたけどもこれをまた見ていただいて私も行ってみたいなっていう方がねたくさんいらっしゃるかと思います。それではもう一度詳しく文化祭2日間の日程の方をお話しいただけますか。じゃあ宮尾副生徒会長さんお願いします。はい、1日目は英語スピーチ、訪中報告、科学部の発表、仮金運動会があります。2日目は演劇部発表、吹奏楽部発表、カリガネ音楽会があります。また駐車場は校舎内には少ないので真っ白駅の裏にある駐車場を利用していただけるといいです。はい、できれば徒歩でねお越しいただくのが一番なんですけどどうしてもお車っていう方は学校にも止められるんですが真っ白駅の裏のところに大きな駐車場がありますのでそちらに止めて、秋の気持ちよい風をね受けながら歩いて彼の方でまた健康にもいいのかなと思いますが、ぜひそんなことでお願いしたいと思います。この1日目 のレッツ部活動チャレンジっていうのはこれは一般の方が見るあれではなくて生徒さんがやられるということでよかったですかね。はい、ちょっと簡単に説明していただけます。レッツ部活動チャレンジは普段体験したことない部活をみんなに体験してもらおうということで企画しました。はい、新しいことをやるのでまだ他のみんなもわからないこともあると思うんですがしっかり楽しんでもらえればと思います。はい、ありがとうございます。じゃあなんかこの部活私は何部に入ったけどあっちもちょっとやってみたいなって方はこういう時に、体験してみてもしかしたらこの次から違うクラブになっちゃうってこともあるかもしれませんけどもとても面白い企画だと思いますね。はい、ありがとうございます。
それでは今日部活のお話をね中心にしていただきましたけども、せっかくお越しいただきましたので、町路中学校はここがすごいぞと、他の学校とは違うぞってこう自慢のできることがたくさんあるかと思うんですが、それについてまた皆さんに、ね、お聞きしたいと思います。まず生徒会長さんからお願いします。はい、町路中学校では無言清掃というのをとても真剣に熱心に取り組んでいて、はい、取り組んでます。無言清掃、はい、無言清掃ということはずっと清掃中は喋らないということなんですね。まあ、でもただ黙ってるっていうだけではなくて、はい、まあその清掃に関係のある、例えば机を運ぶときとかこっち持ってとか、はい、そういう清掃に関係のあることでもできるだけ喋らないようにっていうのがあって、はい、まあ、そこは他の中学校とは違うんじゃないかなと思います。あ、そうなんですね。我々無言清掃ってただその静かにやるだけで何かこうね、詐欺の時は少し言葉を交わすのかなと思ってましたけど、そういうこともせずに、はい、じゃあ 目と目でこう、はい、分かり合うとか、相手のことを先にこう先回りして読むとか、あいつがね人の身になって考えるって、そういうことを学ぶ場ということなんでしょうか。はい、そうですか。大いに勉強になりました。ありがとうございます。それではじゃあ田中区長さんからお願いします。はい、僕が町中の誇れるのは部活動が強いところです。真っ白中学校は部活動がとても盛んなんですが、その中でもソフトボール部と剣道部が昔から強くて、はい、当たりもう普通のように県大会や県大会や全国大会で相手チームといい試合をしたり、とてもいい姿なので、はい、そこが見どころだと思います。あ、そうですか。今年は どういうところまで行ったんでしょうか。まだこれからですかね、大会は。いや、剣道部が、はい、全国、あ、全国、はい、行って大会、はいはい、昔から強いですよね。昔から強いですね。はい、でもう一つソフトボール、ソフトボール部も、はいはい、全国へ行って、あ、全国、あ、すみません、北信越で全国を目指して北信越まで行ったってことですね。はい、はい、そうですか。そういう特色のある、ね、学校のスポーツクラブがたくさんあるということで、ちなみに田中さんはどちらのクラブ。あ、僕たちは、バスケ部でした。バスケ部ですか、はい、かっこいいですね。今バスケ花形じゃないですか。そうですね。バスケ部の方はまだこれからあれですね。いえ、もうちょっと市中大会でちょっと負けてしまって、はい、ちょっと県とかには行けなくて残念です。そうですか。じゃあまた後輩の皆さんに期待ということですね。はい、はい、ありがとうございます。それでは最後に宮尾副生徒会長さんからね、一つお願いしたいと思います。はい、と私の思う町の特色は挨拶ができるところです。はい、挨拶、はい、はい、文化祭でも挨拶のいい姿が見れると思うのでぜひ見てください。はい、はい、ありがとうございます。今こちらの生徒さんの他に担当の先生がいらっしゃいまして、横でいろいろこうフリップを出していただいたとかってされてるんですが、ちょっとお時間もあるですので、先生ちょっと急に困りなお顔をされてますけども、何かこの、文化祭または中学校の関係で何かアピールしていただければ。あ、こちらの方お越しください先生。はい、ここでいい、ここでいいですか。ここでいいですか。真っ白中学校の田中、あ、じゃなくてすいません、近藤先生です。近藤です。はい、今日3人の生徒来たんですが、本当にみんな一生懸命文化祭に向けて準備を進めています。一人一人の生徒がやっぱりヒーローのように輝いている姿をぜひ学校へ来てご覧になっていただければなと思いますので、また真っ白中学校でも皆さんにお会いできることをお待ちしております。はい、先生急に振っちゃってすいません、ありがとうございました。さすが先生、急にこう振られてもね、こう言葉が出てくる、さすがでございます。そういうことで、今文化祭の関係とも中学のね PR もしていただきましたけども、本当に、挨拶からね、そうですけども小中学校と行くとなかなかこうその先になると挨拶もできませんけども、中学校の方はねそういうことを重点的にまだやってらっしゃるということで、まだ大人も見習いたいなと思うところなんですが、
今週末の金土になりますけどもね、文化祭、大成功になりますようにお祈りさせていただきます。本日は、ありがとうございました。これで終わりさせていただきます。ご苦労様でした。今日は片桐さん。はい、どうも。三田さんは今日休みですか？そうですね、はい、お休みで。じゃあ予告をお願いします。予告はね、予告の前にお知らせを、お知らせ、はい、お願いします。10月の11日、はい、10、11、はい、ですかね、はい、恒例の真田祭り、まあ、来年は真田丸で、そうですね、真っ白も、はい、大いに似合うと思うんですけれども、はい、そんなことで今年は真田祭り盛大に行くんじゃないかと、ね、はい、こんなふうにということで、内容がね、ここにあるので、ちょっとこう、はい、カンペを見ながら行くとですね、そうですね、10土曜日と11日曜日なんですけども、オープニングセレモニーはですね、マーチングバンドですかね、それとあと、太鼓とかね、吹奏楽が土曜日にはいっぱいありますね、目白押しですね。それから11日の日曜日なんですけども、これが本番ですね。本番の、午後1時からですね、はい、松代藩真田十万石の行列と、これ出陣式が、12時半ぐらいからですねありまして、1時から出陣と、はい、いうことでね、はい、町中になんかあの出店ブースがあるみたいですね。あ、なるほど。場所は毎年そうですね、にぎやかですけど、今年は特にまたそうですね、ですよね、そうですね、真っ白テレビもまた生中継ということで、土曜日やりますね、頑張りますよね、はい、お願いします、はい、ということで、はい、片桐さん、来週の予定をお願いします。そうですね、来週はね、やっぱりその真田祭りについて、あ、なるほど、これは ね、 れですね、はい、実行委員長の吉川さんと、はい、それから実行委員の黒島さん、はい、でパーソナリティは、はい、ゴールドマスローの曲りは正雄さん、事務局のね、事務局上手な方ですね、はい、これで、はい、ということで、思っております。片桐さんは出ないですか？私はね、もっぱら、あの、撮影の方で、影の力で、わかりました、行きたいと思っています。はい、どうぞ皆さん、お楽しみに。そうですね、この本番と、それとあとの、はい、しゃべくりましろ、来週の、ね、はい、お話もどうぞお楽しみに、